水や工場排水の浄化を行う活性汚泥法の一種で処理された水と活性汚泥との分離を従来の沈殿池に変えて精密ろ過膜または原外ろ過膜を使って行う方法である。英語でメンブレンバイオリアクターと称することから頭文字を取って MBR 法または単に MBR と呼ばれることが多い。また膜式活性汚泥法とも呼ばれる。 従来法との比較例活性オデー法では、排水中の有機物を中心とした、汚濁物質を反応タンクの中で大量に繁殖させた微生物、すなわち活性オデーに捉えさせ、これを代謝、または呼吸によって消費させるか、付着させたままオデとして排出させるが、処理水と活性オデとの分離については、従来は沈殿法、すなわち、 活性汚泥を最終沈殿地で自然に沈降させることで行われてきた。しかし、こうした従来法では、活性汚泥がバルキングなどの原因により自然沈降で分離しきれずに処理水側に流出することがあり、また反応タンクに保持できる活性汚泥の濃度が自然の沈降性と最終沈殿地の大きさに依存することにもなる。そこで、処理水と活性汚泥を 強制的に分離させることで、活性汚泥の流出を防ぐとともに、反応タンクでの活性汚泥の濃度を上げて、その子型化を測り、最終沈殿池やその後の砂などを使ったろか、および消毒などの工程をなくすことができる技術として開発されたのが、膜分離活性汚泥法である。1960年代にアメリカで開発され、 分離膜の技術革新に伴って1990年頃から世界的に普及が進み始めた。2009年現在、欧米や日本、中国を中心に普及が進んでおり、特に中国では排水の再利用を目的とした需要の伸びが著しい。膜分離活性汚泥法は従来の沈殿池に代わって精密ろ過膜や原外ろ過膜などの分離膜で処理する。 反応タンク内に分離膜を露出させておきと呼ばれる、下から強く抜きすることで、空気の泡とこれに伴う上昇流を発生させながら、処理水をポンプなどで少しずつ吸引する。分離膜には、中空と、または平らなものが使われる。比較図のように、分離膜を反応タンクの外に置き、膜表面に大量の活性を出をポンプなどで循環させながら、 処理水を少しずつ吸引する。分離膜には中空糸またはそれより太いチューブ型が用いられる。反応タンク内に平らな分離膜を露出させておき、これに回転運動や振動などを与えて分離膜の目詰まりを防ぎながら使うい、e、い。ありがとうございます。